1月15日あんの日いいこの日というわけで、いいこの日なんで、まあ新カードを紹介せざるを得ない。というわけで紹介するカードはこちら、じゃん、ドクロッグです。イエーイ、キラキラ光っているウルトラフォースの新しいカードです。詳細はこちら。はい、このドクロッグね、なんとトータイプで登場しますという感じです。噂がですね、毒好きはまあ、糖エネルギー1個で30毒にするという形でね、まあ普通の感じですけれども、ポイントはこの無念を晴らすですね。50プラス、前の相手の番に、自分の超ポケモンが技のダメージで気絶していたならば、70ダメージ追加。つまり、ダブル食エネルギーで120ダメージが出せるポケモンです。そして、糖タイプ。つまり、ゾロアク GX の弱点がつける。超タイプのポケモンがいっぱい入っているデッキに、ドクロッグを仕込んでおけば無念を晴らしてゾロアークが倒せるということです。ぜひ皆さん試してみてください。本日は以上と見せかけて、アルセウスプリズムスターがですね、公開されましたので、どういう風に使うかっていう説明をね、せっかくなんでしていこうと思います。自分のベンチに草と水と雷ポケモンがいるときにしか使えない、自分の山札にある基本エネルギーをさまよで自分のポケモンに好きなようにつける。特性始まりの起きて、このポケモンは相手のポケモンが使う技の効果を受けない。ポイントはこのトリニティスターをね、どう使うかっていうところですね。草、水、雷っていうのがね、結構どんな風に出そうかなっていう感じかなと思うんですけれど、自然と入れやすいデッキいくつかあります。例えばね、カプコケコ、それからオクタン、またはアローラロコンとかをね、採用するデッキは、比較的入れやすいです。あとは草タイプに何かしらのポケモンがいればね、まあ、グソック武者 GX とかね、そういうメインアタッカーが草だったらね、全然使えますし、あとはリーフィア GX、それからグレーシア GX が入ったタイプの、EV の進化系デッキでも使えそうですね。水とかね、雷はね、他のタイプのデッキでも使えるポケモンがいるんですけれど、草に関してはね、ラフレシアとか、あるいは新しい草タイプのシーミン、この辺りがまあ入れやすいポケモンな気もしますが、という感じですかね。あとはカウンターエネルギーを採用してあげて、巻き返すを覚えている草タイプのシーミンとかをね、入れてあげてもいいですし、ビークイーンとかは結構使いやすそうですね。ダブル無色エネルギーで技が打てるんで、結構こんな感じでね、いろんなポケモンを組み合わせてトリニティスターの条件を満たせるんで、うまくそういう状況を作ってあげてから、トリニティスターを使ってドーンとダメージを与えるという動きが非常に強いかなという感じ。ちなみに結構面白いかなって思うのはね、草タイプのシェミを出して技を使って、カプコケコ、鉄砲魚、それからアルセウスプリズムスターあたりをね、ポンポンポンとベンチに出してあげてから、次の番にアルセウスプリズムスターでトリニティスターを使う。これで一気に条件を満たせるんで、割と面白いかなと思います。ぜひ皆さんもね、このアルセウスの技うまく使ってみてください。今回は以上です。また次回。